フォッサマグナ、フォッサマグナ、大きな溝は日本の主要な地高帯の一つで地質学においては東北日本と西南日本の境目となる地帯。中央地高帯、大地高帯とも呼ばれる。端的に言えば古い地層でできた本州の中央を有字型の溝が南北に走り、その溝に新しい地層が溜まっている地域である。本州中央部。 中部地方から関東地方にかけての地域を縦断位置する。西縁は糸井川静岡構造線、糸西線、東縁は柴田小出構造線及び柏崎千葉構造線となるが、東縁には移設もある。フォッサマグナはしばしば糸西線と混同されるが、フォッサマグナが面であるのに対し、糸西線はフォッサマグナの生誕の境界をなす線である。 フォッサマグナの西側を、西南日本、東側を、東北日本という。西南日本にあたる飛騨山脈は、地表は、新しい火山噴出物で覆われているが大部分が5億5、0 0 0 0々前から6、500万年、前の地層、中世代や、古世代の地層イコール中、古生層であるのに対し、北部フォッサマグナにあたる区引山海付近は大部分が、2、 500万年前以降の堆積物や火山噴出物、新大三期、第四期の地層を新大三期層、沖積層、鉱石層である。この大きな地質構造の違いは、通常の断層の運動などでは、到底起こり得ないことで、大規模な地殻変動が関係していることを示している。ハインリヒエドムントナウマン、ハインリヒエドマンドナウマンはこの地質構造の、 異なるラインが糸井川から静岡にまで至るのを発見し、1885年に論文バーデンバウ,ウントダイ,インツシーンデアヤバニション、インソールン、日本軍島の構造と起源についてとして発表した。ただし、発表論文、日本軍島の構造と起源についての中で同じものに、グロサー・グラベンデア・ブルーシジェントの表記も使用しているが、翌1886年には、 フォッサマグナと命名した。この論文は1893年に初発表され、論文名に初めて、フォッサマグナが登場した。彼は、南アルプス山系から八ヶ岳や関東山地を眺望した、最、巨大な地高体の存在を思いついたとされる。フォッサマグナ内部の地層が終局していることは、アルフレッド・ウェグナーの大陸と海洋の起源において、陸地の分裂。 衝突の証拠として紹介された。しかし、ナウマンの考えた、フォッサマグナは、伊豆地海が日本に接近したことで、日本列島が割れた、裂け目であった。一方で、原田と与吉は、旧富士火山帯とほぼ同一のラインで、シナ地海とサーディ地海、シベリア地海が衝突してできたものだとする、富士大説を発表、両者の間で、激しい論争となった。 その後、フォッサマグナ説が、大方支持されるようになっていった。しかし、ナウマンが考えていた、フォッサマグナの登園は、新潟県直江津と神奈川県平塚を結ぶラインで、あったが、新潟県柏崎と千葉県長市を結ぶラインも、提唱されるようになった。そして、1970年には、山下のが柏崎と千葉県千葉市を結ぶ、新越望豆大説を発表。 1988年に、加藤義樹が柏崎から、調子のライン北部を修正した新潟県上越と、調子を結ぶラインを発表した。後に北部を大きく修正した新潟県柴田と、同県小出を結ぶライン、柴田小出構造線が提案された。このように、東園については諸説出ており、現在も結論は揺れ動いている。東園が諸説出た背景には、 フォッサマグナ南部の関東産地、長野県南東部、山梨県、埼玉県西部、東京都西部、神奈川県北西部に西南日本や東北日本と同じ年代の地層を含む3階がポツンと取り残されて存在していて混乱が生じたことが挙げられる。この3階は後日のようにフォッサマグナが開いてから再び閉じる間に西南日本か 東北日本から切り離されて、フォッサマグナの新しい地層と共に圧縮され一体化したものと考えられている。現在のプレートテクトニクス理論では、フォッサマグナは北アメリカプレートとユーラシアプレートの境界に相当するとされる。1983年の日本海、中部地震前後までは、北海道中部の日高山脈付近が、 両プレートの境界と考えられていたが、地震を契機に日本海東園部、フォッサマグナを境界とする説が広く支持されるようになった。フォッサマグナの厚さは地下約6000、平野部から9000メートル山地にも及ぶ。これより深いところは基板岩と呼ばれ、西南日本や東北日本と同じ地層の並びになっていると推定されている。フォッサマグナ本体は、 第三期の火山岩と堆積岩によって埋積されている。地質断面図で見ると年代の異なる地層の境界が U 字型に形成されている。フォッサマグナ北部では第三期層の終局によって生じた丘陵地形が際立って目立っているクビキ丘陵、魚沼丘陵など。また、終局に伴って形成されたと考えられる天然ガスや石油の埋蔵も多い。 一方、南部では、フィリピン海プレートによって運ばれ、日本列島に衝突した地界が含まれる、丹沢山地、伊豆半島など。また、フォッサマグナの中央部を南北に火山の列が貫く。北から、新潟焼山、妙高山、草津白根山、浅間山,山、八ヶ岳、富士山、箱根山などである。これらの成因の一つとして、 ホッサマグナの圧縮によってできた断層にマグマが貫入して地表に染み出やすかったことが考えられている。西園の糸井川静岡構造線上及び東園の一部と考えられている群馬県大田断層ではマグニチュード7規模の地震が繰り返し発生している。北部ホッサマグナの東側、新越地域、長野県北部から新潟県、久引地域には オーミ大見恵面と呼ばれる第四期の70万年前に海岸平原であったとされる頃に形成された河口岩質のつぶて及びシルトによる平らな地形が広がっていたがその後の地殻変動により侵食され現在は標高900メートル前後の山々に痕跡が残るこの地域は数百万年前までは海であり地殻が移動したことに伴って海の堆積物が隆起し 現在のような陸地になったとされる。原子の日本列島は、現在よりも南北に直線的に存在して、アジアに近い位置にあったと考えられている。逆に、レーレレレレレ前に、プレートの沈み込みに伴う、セコカイボンの形成が始まった。セコカイボンとは、沈み込んだプレートがマグマとなって上昇し、海溝の内側のプレートを押し広げてできるものであるが、 これによって日本海は現在のように広がり日本列島もアジアから離れていった。ただ日本近海の海溝は向きが異なる南海トラフと日本海溝の二つだったため日本列島は中央部が真二つに折られる形でアジアから離れた。折れた原始日本列島の間には日本海と太平洋をつなぐ海が広がり新生代にあたる数百万年間 砂や泥などが堆積していった。そして数百万年前、フィリピン海プレートが伊豆半島を伴って日本島に接近した時に真二つになっていた列島が圧縮され始めた。この時、間に合った海が徐々に隆起し、新生代の堆積物は現在陸地で見られる地層になったと考えられている。フォッソマグナの面に属する活動中の火山を挙げると北。 日本海側から南太平洋側へ順に新潟県山、妙光山、浅間山、八ヶ岳、富士山が並んでいる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。